誘い誘われ花魁道中岡場所は未明庵出身花魁のなんちゃいでありんす。ほーれこっちにおいでなんし品定めをしてやりんしょどうやら素質はある様子。どうかその調子で心身を磨き、いつかわっちの飢えと渇きを癒しておくんなんし。さあ、おゆかりさん。やっと起きたでありんすな。ただをこねないでおくんなんし。そんなことを言うなら、わっちが作った浅毛はお預けでありんす。それなら早く起きなんし。主さん、こちらも召し上がれ。それにしても主さんは本当に多忙な人でありんす。訓練に任務に書類仕事まで、わっちにはとても無理ざんす。さらりと男前なことをおっしゃる。しかしって主さん、わっちもお役に立てているでありんすか。それを聞いてほっとしたでありんす。わっちとおゆかりさんはもはや一蓮托生。わっちはこの命が尽きるまで主さんのそばにおりんしょ。でもわっちだけが一方的に愛を捧ぐのは不公平でありんす。わっちが求める以上の愛をいつまでも捧げておくんなんし。事件解決おめでとうございまーちゅ。いやー本当にめでたいね。これで岡場所も安泰ってわけだ。さすがは岡場所の守護者にして伝説の花魁、不死身で無敵のなんじゃい姉さんだって話だね。そうですよね、秋葉も感心しました。伝説の化け蛇大王については何度も聞かされてましたけど、噂は事実だったんでしょうね。いや、車掌士ヘルバンミ、オタクはこういう飲み会の経験値が足りてないので、どういう態度を取ればいいのかわかりません。いやいや、明らかにそんな空気じゃないでちからね。名目上は特鉄隊が事件を解決してくれたことへの感謝の宴って話でちけど、実際は不機嫌ななんじゃい兄さんを押し付けられただけでちゅ。それがわかんないんですよね。姉さんになり変わってた偽物の海牛だゆちゃんのことは無事に解決したし、めでたしめでたしなんでちけど、多分あたしらの察しが悪かったせいじゃないかい。あ
私ら、あの海牛大王に洗脳されて、あいつが本物の伝説の花魁だって思い込んじまってたからね。それで逆に、なんじゃい姉さんを偽物呼ばわりしたりしたから。ああ、それで姉さんは怒ってるわけでちゅか。すぐにどっちが本物か気づいてくれなくて寂しい的な。それも仕方ないだろ。私らは海牛大王に化かされてたし、なんじゃい姉さんは12年に一度しか地上に出てこないんだからさ。こっちとら顔とかうろ覚えだって話だよ。私はまだ前に姉さんが出現した時は子供だったからぼんやり記憶にあるけど、秋葉なんか赤ちゃんだっただろ。覚えてるわけないっての。なのに偽物を見抜けなかったひどいやつだみたいに責められたら脱せがないやね。おしぼん、あきぼん。なんじゃい、何をひそひそ話をしておるんじゃい。またわしだけ仲間はずれか。古来より岡場所を支え続けたこのわしを。うわ、姉さん本気で不機嫌みたいだね。オイラン区長が崩れてスノババア区長になったまちもんね。こわ、近寄らんとこ。いや、あたしらが何とかするしかないさ。姉さんが本気で切れて暴れ始めたら、特鉄隊で鍛えてるあたしら以外には止められないし。そして姉さんは伝説に歌われる凶悪な化け蛇らしいからね。あの偽物海牛大王なんかよりもよっぽど強敵だよ。止めるとなればこっちも命がけさ。なんでこんなことに。事件は全部解決してめでたしめでたしだと思ったのに。車掌の大将、どうにか姉さんのご機嫌を取れないかい。あんた今回はなんじゃい姉さんとはずっと行動を共にしてたし、ある程度は気心も知れてるはずだろ。つっても何度も言うけど、姉さんは12年に一度しか顔を見せないからね。家族のようなもんではあるとはいえ、こっちの感覚としては会うたびに怒られる怖い親戚のおばあちゃんって感じなのさ。ガキの自分から恐怖を刻み込まれてるせいで、むしろ私らは姉さんに逆らえなくなってるんだよね。原初的恐怖ってやつだね。この人には逆らえないって本能に刻まれてるのさ。大将ならそう言ってくれると信じてたよ。いや、持つべきものは頼れる上官だね。今日の任務は少しばかり骨が折れたでありんす。まあでも無事に終えられてよかったでありんす。そんな風にまっすぐねぎらわれるとなんだか照れてしまうざんす。もちろん悪い気はしないでありんすが、特鉄隊は幾人もの隊員で構成されておるが、車掌さんはたった一人だけ。身を挺して守るのは当然のことでありんす。かわいい。またそんなキザなことを。
そんな情けない顔どうか見せないでおくんなし。主さんは命がけでわっちらと一緒に戦っておりんしょ。だからこそわっちも他の子らも主さんを信じ愛してこの命を捧げておりんす。お礼を言われるようなことは何もしてません。そんな気遣い今さらでありんす。わっちと主さんの仲でありんしょ。これそんな風に見下ろさないでおくんなんし。大きな男にそうして間近から圧迫されるとか弱い婦女子としては恐縮せざるを得ません。おいでなんし。せっかく主さんとお酒の席を同じくしていたのにずーっと放っておかれて寂しかったでありんす。なんじゃい、じっと見て化け物が珍しいか。主さんら特鉄隊は化け物退治の専門家でありんしょ。わっちらのような化粧のものは見慣れているはずざんす。いいな。だからこそわしらのことは相入れぬ討伐すべき敵としか思えんのかえ。ようざんす。わっちがいとわしいならどうぞ殺しておくんなんし。でもできれば主さんのその手で。その代わりそうしてわっちをくびり殺すなら主さんが奪う命の代価として主さんの命を支払ってもらおう。本当に愛らしい人。どうぞ安心しておくんなんし。あんまり怖がらずにわっちのそばにおいで。ああお酒はもう結構。わっちを誰だと思っておりんす。酒を飲んでも飲まれずにきちっとお客を接待するのがお役目の花魁でありんす。酔ってしまえば女の負け。そういう岡場所の流儀が染みついているためいくら飲んでもほろ酔いすらしません。上場見で有名だもんね。なんじゃい姉さんは一晩で酒蔵を空にしたとかいろんな伝説が残ってるよ。てっきり化け蛇だよって異名もその辺が由来なんだと思ってたんだけどね。ふん、でもまさか本当に人間じゃないなんてね。わしが怖いか、おしぼん。提案で魔物を怖がって毒鉄隊が務まるかって話さ。そっちがその気ならいつでも喧嘩の相手ぐらいしてあげるからね。岡場所のみんなといいな。人と争う気はありんせん。そういうのはもうゴリゴリじゃ。主さん、主さん。
悪い酒の飲み方をしたの。ほれ、もう手足もクラゲのようにぐにゃぐにゃ。酒は体に毒でありんす。それは蛇の毒のように全身を麻痺させる。安い酒を飲み続ければ目がつぶれる。まあ、岡場所が宴の席に出してきた酒がそのようないかがわしい安酒とも思えませんが。間の抜けた顔をして愛らしい人。普通に主さんは酒に飲まれて倒れてしまったんでありんす。おしぼんが眠りこけた空きぼんを神女まで運びに行ってわっちと主さんの二人きりになったから。間を持たせるためにか主さんは酒杯をカパカパ開けたのよ。酔っ払ってしまえば舌の滑りが良くなり、わっちという面倒くさい女の相手も上手尾にこなせようと思ったんでありんしょうが。いかにも前後深くといったご様子。飲みすぎでありんすよ、お客さん。主さんはめったに見ないほど立派な男だけれど、そんな主さんにも愚かな小僧だった時代があったんざんすね。そういう話もっと聞かせておくんなんし。ラッチは主さんに興味がありんす。人類の守護者にして世界を救う唯一の希望、希代の英雄、毒鉄隊の車掌。そんな偉人も虚飾を剥げばどこにでもいる普通の若者と。よいよい、酒の席とは歌方の夢。主さんが語ってくれたことは全部わっちのお腹の奥にしまっておきんしょう。なぜ謝る？かまいません。小僧にいたわられるほど小娘でもありんせんし、それにたまさか主さんの深い部分に触れられてそれをめでることでわっちは十分満たされました。主さんとはまだ出会ったばかりだけれど、今の今まで主さんはいかにも堅物な軍人めいていって、どういう男なのかわからなくてちと不安でありんした。でもそんな主さんの中にいつでも不安で怖くて泣いている甘えん坊の男の子を見つけたから。変な言い方だけれどわっちは安心したんでありんすよ。それに世間の男どもは勘違いしておりんす。女は男の強さなど愛さない。強敵を打ち破るための筋肉も他者を受け落として得た社会的立場も腕力も権力も名声も、男がこだわる何もかもがどうでもいい。女はわっちはそんなものに興味がない。この身で包みめでられる男の弱さこそ愛する。
なんだか本気で欲しくなってきた。とはいえ、主さんにばかり恥ずかしい話をさせるのも申し訳ありんせん。普段は聞き役に徹するのだけど、なんだか主さんの前ではそういう花魁としての仕事をする気分にもなりんせん。花魁と客ではなく、どこにでもいる普通の男と女として接したい。綺麗な虚飾を脱ぎ捨てて、裸の魂と魂で触れ合いたい。いいな、お互い裸を晒して恥をかいてこその男女の営みでありんしょう。昔わしは荒ぶる化け物であった。あやかしどもが支配する領域群馬県にて悪名をとどろかせた人食いの化け蛇であった。わしは何人も何十人も何百人も数えきれぬほどの命を奪った。ただひたすらに飢えを満たすために。魔物のいいな、いやらしい蛇の本能そのものになれと、そんなわしに天罰は下った。当然の帰結として、人々の平和を脅かす化け蛇は退治された。全身を切り刻まれ、拷問のような背抜くを負って、痛みと出血から弱りきったわしを、とある呪術師の女が命がけで封じた。当時のわしは、そうでもしなければ封じられぬ強大な化け物ではあったのよ。脱皮を繰り返し、何度も生まれ変わる蛇は生命力の象徴。国によっては不老長寿を約束する神とすらみなされる。そんなわしをせめて封じるために、呪術師の若い女は己の命を捧げた。人柱となり大呪術を成立させ、女自身の肉体に化け蛇を封じた。肉の檻に、女という穴に毒蛇を追い込んで蓋をした。その封印は未だに生きておる。今でも化け蛇はそれを封じた呪術師の女の肉や魂と混ざり合い、一人の人間として浮世をさまよっておる。おお、それがこの南斎という女の正体よ。化け蛇と呪術師の女、その両者が長い時を経て混ざり合って、自分自身でも区別がつかなくなった。今ではもう己自身すら己がどちらなのかわからぬ。この自我は化け蛇のものなのか、呪術師の女のものなのか。主さんのような男を愛おしく感じるのは、人間の女としての素朴な感情なのか、あるいは単に男を餌とみなす化け蛇の食欲でしかないのか。わっち自身にももうわかりんせん。いつかわっちは化け蛇としての本能に、食欲に負けて、このまま主さんを喰らい、単なる餌として消化してしまうかもしれんせん。
か、いつまでもこの手を離さないでおくんなんし。どうかこのまま幾久しくわっちを捕まえていて、どうかお願い主さん。しかし、まあ、よかったよかった。目覚めたのかい大将。寝てたっつーかね、説明が難しいんだけどさ。あんた、うっかりなんじゃい姉さんに食われかけてたんだよ。申し訳ありんせん、主さん。先ほども説明したけれど、わっちは巨大な化け蛇と呪術師の女が混ざり合った存在でありんす。見た目そのままの人間の女ではありんせん。わっちの体の中には化け蛇の胃袋と同じ大きさの異空間が存在しておりんす。そこに武器の火縄銃などを収納し、状況に応じて取り出すという手妻として普段は活用しておりんすが、そこにうっかり主さんを飲み込んでしまったようで、正確に言うと胃袋の中に、わっちはそんな体内の小世界にわっちを出現させて主さんと対話しておりんした。そしてたっぷりおしゃべりを楽しんでから、その手を引いて体外に導いたんでありんすよ。危ういところでありんした。あのままのんきに会話を続けていたら、主さんは消化液でドロドロに溶けていたかも。勘違いしないでおくんなんし。これは事故のようなもの。ほら、主さんはわっちに膝枕をされていたでありんしょ。そうして触れ合っていたせいで、つるんと滑り落ちてしまったのよ。主さんはわっちの胃袋の中に。普段はなるべく飲み込まぬように気をつけておりんすが、さすがのわっちも久方ぶりの酒に酔ってしまったのか、あるいは本能的に主さんのことを食いたい、体の中に入れてしまいたいと思ってしまったのか、ついうっかり丸飲みにしてしまったでありんす。本当に申し訳ありんせん。二度とこんな真似はしないので、どうか堪忍しておくんなんし。主さんは本当に度量の広い優しいいい男。いいな。そうして少しでもいい男を演じようと強がるところは弱くて愚かで可愛らしい。吐き戻してしまったことを後悔してしまいそう。